今日人数が参加人数がちょっと少ない感じになっちゃいましたけども、皆さんのいろいろご都合が急に出てきたりして、でもこれだけお集まりいただいてありがとうございました。いつもレギュラーの藤本さんが来れないかもしれないというお電話をいただいたんですが、やはりご都合があったようで、ご欠席で、他にあこじまさんの風邪がちょっとひどいようなんで、それから大鳥さんもちょっと体の具合が悪いか、硬いね。こうやって見て初めて分かります。そうですか。じゃあまずマーカーですけど、少ない人数ですが、張り切っていきましょう。乾杯！悩む恋しや